よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆様とですね、本日は出張遺伝研ということで、たくさんの研究者が会場に集結しているんですけれども、実はですね、遺伝研で研究生活をしている大学院生も何名か一緒に集結しております。そこでですね、本日はその学生を代表しまして、私飯塚が大学院生から見た遺伝研での研究生活を紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。その前にですね、まず少しだけ自己紹介をしたいと思います。私は先ほどご紹介いただきました飯塚智恵と申します。実はですね、今年の大学院生募集のこのポスターのですね、この人も私です。ですね、遺伝研には5年一貫性博士課程に入学しまして、この10月に3年生となりました。現在はですね、医療研究室に所属しておりまして、菌類の多様性とかその進化について研究しています。身近な菌類ですと、食べ物のキノコとかをイメージする方が多いと思うんですけれども、私はですね、この細い菌糸の方に面白いものがあると思って研究しています。でもですね、今日の内容は菌の話じゃなくて大学院の話です。ただですね、皆さんが最初に疑問に思うような、遺伝学専攻は何かだとか、あと大学院選びの秘訣は何だろうというようなトピックはですね、今回あえて話さないことにしました。なぜかというとですね、大体のことはもうそういうことは資料だとか、あとパンフレットに書いてあるから、それを読めばいいんじゃないかということも あるんですけれども、何よりですね、この件についてはもう素晴らしい文献がすでにあるからなんです。でもうご覧になった方もすでにいらっしゃるかもしれないんですけれども、これは去年の公開講演会で私の先輩の中澤さんが大学に紹介をした時の動画です。でこの動画の中で先ほどの答えがとても分かりやすく解説されておりますので、興味のある方はぜひそちらで YouTube でご覧になってください。それじゃあですね、今回は私は何を話すとかと言いますと、私が実際に入学してみてすごいって感じた遺伝研ならではのイベントをいくつかご紹介したいと思っていますですね、これらの内容はですね、進学を検討している皆さんにとって、自分はこういうところに行こうとしているんだとか、あとは自分が入学したらこういうことをやるんだとかの、こういうイメージ作りのお役に立てたら嬉しいです。それでは早速一つ目からご紹介したいと思います。遺伝研にはですね、同じ研究室以外の人と議論をする機会が結構たくさんあります。でその中でもですね、私がすごいと思っているイベントの一つにポスター交流会があります。でこれはですね、この遺伝研で研究活動をしている中で、まだ途中の段階にある実験だとか、あとは思いついた新しい仮説などについて誰でも自由に発表したり議論をしたりすることができるというイベントなんです。しかも嬉しいことにですね、食べ物だとか飲み物だとかもあります。大体夕食の時間に合わせて行われるんですけれども、この下の写真にあるようにパーティーみたいな雰囲気の中でみんなで議論してるんですね。でこういうのを見てると、やっぱ遺伝研には本当に研究が好きな人たちがたくさんいるんだなって改めて思います。それからですね、もう少しフォーマルな研究発表会もあります。それがですね、創建大プログレスレポートと呼ばれるものでですね、で遺伝研でやるいわゆる大学院生の中間発表ですね。でこれは大学院生がみんな一つの広い部屋に集まってポスター発表だとかをするんですけれども、だいたい頻度が半年に1回くらいあります。なので他の研究室の方からアドバイスをいただける機会というのはかなり恵まれていると思います。でここでいただいた質問がやっぱり新しい実験につながったりすることも結構多いです。あとはですね、これ全部英語なんですね。なので作るポスターだとか、あと会話も全部英語でやります。なのでですね、ここでトレーニングをすれば学会発表だとかで突然英語を話す方と会っている時でもすぐに切り替えて会話できるようになります。それからですね、遺伝研の人なら誰でも来ることができるので、先生はもちろんなんですけれども、研究員の方だとか、あと学生ともディスカッションすることができます。特に学生はですね、研究分野はみんなバラバラですし、あと普段は一緒に遊んだりすることの方が多いんですけれども、でもやっぱりお互いどういう研究してるんだろうって興味は持っているので、こういう場でも気兼ねなく質問したりだとかアドバイスをしたりもしています。それからですね、中間発表するのは実は学生だけではないんです。
先生もやります。でこれは遺伝研の教員やあと研究員の方がこう研究成果を紹介するっていうイベントなんですけども、これすごいことに毎週あります。毎週最先端の研究の話を先生から直に聞くことができます。でやっぱりあの発表も質疑応答もここもやっぱり全部英語です。でさらにですね、この回もあの学生でも研究員の方でも所長でも誰にも分け隔てなく質問できるっていう雰囲気にもなってます。でですね、やっぱりキャリアの長い研究者の方の発表なので、やっぱりデータの量だとか段違いすごい多いんですよね。なのであの研究の内容はもちろんなんですけれども、その他にも研究の進め方とか、あとはもうプレゼンの方法とか英語の表現だとかすごく勉強になります。ですね、やっぱりこういう遺伝研にいるとあの自分の知識のなさを痛感するので、あの勉強会を開いたりもしています。これはですね、あの人を集めて一冊の教科書をみんなで読み進めるっていういわゆる臨読会なんですね。私は今集団遺伝学とあの統計学のサークルに参加しているんですけれども、まあ、この下の写真みたいな感じであの教科書の内容を説明したり、あと議論したりしています。でもちろんこの会でもあの誰でも自由に企画することができます。でむしろですね、学生が今率先して企画しているくらいですね。であとはですね、その参加のお誘いもあの遺伝研にいる人に一斉にメールを送れるっていうシステムがあるんですけど、それを使って簡単にすることができます。でこの他にもですね、遺伝研にはあの少人数制の授業だとか、あとは他の専攻と合同で行う研究発表会とか、あとはもうそれぞれの研究室で行っているセミナー、まあ、ゼミとか、あの研究者になるためのトレーニングをできる機会がたくさんあります。でもしかしたらですね、お気づきかもしれないんですけども、遺伝学専攻めちゃくちゃ忙しいんですね。で何しろですね、遺伝研での、 あの研究発表会が多いので、その準備と並行して普段の自分の研究成果の発表は論文書いたりとか、あと学会発表に行ったりだとか、そういうことも並行して進めなきゃいけません。でそれにですね、あの研究者になりたい人がですね、みんながこういう雰囲気にフィットするかと言われたら、そうとは限らないかも分かりません。それでもですね、私自身はこの環境結構好きなんです。でこの機会にどうしてだろうって考えたんですけど、やっぱり遺伝研にはみんなが安心して頑張れる環境があるからなんだと思いました。で具体的にはですね、やっぱりすごい研究をしている方々がたくさんいて、でしかもですね、そんな方々と直接研究の話ができるっていうのがとても大きいです。でだからですね、そういう方々に教えてほしいって思う同じ志を持った仲間たちもたくさん遺伝研に集まってきます。で何よりですね、その励みになるのがですね、この環境にかつて身を置いていた先輩方が今研究の世界でたくさん活躍していることです。で自分はですね、まだ2年しか遺伝研にいないんですけども、この2年間遺伝研で研究活動ができてよかったなって思ってますし、あと3年間もこのまま遺伝研で頑張りたいと思っています。で本当にってこの辺り守った方はですね、この後私大学の紹介のブースにおりますので、ぜひ私か、あとは会場にもう一人集結している斉藤君に話しかけてみてください。どんな質問にも大歓迎です。以上で終わります。ありがとうございました。